回武蔵チャレンジカップを取り上げました。さあ続いてお送りするのは子どもたちに和歌に親しんでもらおうという取り組みです。学校教育のために開発された百人一首の札を使っての大会が開催されました。おとりく高島の窓の波は竹地や袖の上もこそすれ今回で25回目の開催となる鳥栖五色百人一首佐世保大会は佐世保近郊の教職員で主に運営しています。使っている百人一首の札は教育研究活動団体鳥栖が開発したもので100首の和歌が20首ずつ色分けされています。1試合で使うのは1種類の色で勝敗は3分ほどでつくため子どもたちの大きな負担になることなく取り組むことができます。今回は小中学校13校から35人が参加しました。小学生のほとんどが学校で鳥栖の百人一首に親しんでいて中学生の多くは小学校時代に取り組んだことがきっかけで今も楽しんでいるといいます。大会の前半は個人戦の赤札と青札のパートが行われそれぞれ32人ずつエントリーしました。どの試合でも静かな熱戦が繰り広げられます。対戦場では小学生も中学生も年齢関係なし日々の成果が枚数に反映されます。赤札のパートで準決勝に進んだ4人のうち2人は愛の浦西小学校の4年生それぞれ決勝進出をかけて臨みます。結果、愛の浦西小の2人が決勝進出を決めました。時々負けたかなと思ったところもありましたけど、まあ勝てたので、良かったと思います。違う学校の人たちと戦ったりするのが面白い。団体戦も出るんだよね。はい。みんなで心を一つにして、優勝を目指します。どんなところが面白いなと感じますか？勝ったりして達成感があるところです。優勝したいです。個人戦決勝を残し続いて行われたのは団体戦です。10チームがエントリーしトーナメントで争います。個人戦でも活躍した愛の浦西小の2人は4人のチームを組み団体戦でも戦います。なんか作戦とかっていうのはありますか？みんなで力を合わせてしたいです。どんなところが面白いと思いますか？なんか取るときとか、手を遠くにやるときとかが楽しいです。個人戦が終わったけれどもどうだった？悔しかったです。今から団体戦だけどどんな風に頑張りたいですか？優勝を目指して頑張ります。優勝するぞ。おー。団体戦はまず2戦同時に行い引き分ければ対象戦にもつれ込むというルールです。できれば2勝しスムーズに次の戦いへと駒を進めたい選手たちは読み手の声に集中し上の句が読み切らないうちに素早く札を取っていました。大会結果です。個人戦赤札優勝は榎本桃香さん、青札優勝は中原陽さん、団体戦優勝は愛の浦西小チームアイニシが輝きました。さて越冬のため